あの f g o で、うん、あやさんが演じているサーバントが、<お>ちょっとこの一年でね。増えたということで,で、ね、ぜひぜひご紹介したいです。じゃあ、まずちょっと見ていきましょう。こちらです。うん、お願いします。 こちら、水着のビビちゃん。ビビちゃん。今日やらせていただきました。そうの水着イベントで、はい、出てきた彼女なんですけど、いやー、やられましたね。また、どうでしたいやー、すごい、ムーンキャンサーの星5ということで、多分もう欲しかった皆さんも多かったと思いますし、私はゲットできたんですけど、なんか、そのストーリーが始まってしばらくしてから実装されたので、いつ来るんだろうっていう、ビビちゃんの、 BB ちゃんのじらしい感がまた良かったですね CM をやったじゃないですかあの時もあれ BB なのみたいなのすごくそうなんよ思わせ彼女はあってそこがちょっと BB ちゃんのシーなみなみちゃんゲットしたんですかケツしましたいいじゃんいやあの頭の星5がもう主張激しいですあんなに星つけられたらそんな簡単には来ませんよね頭のもういろんな人に謝った気持ちがあります怖くないごめんなさいみたいな なんか各地で発生してるんです声優さんがあのそれこそ早見沙織さんだったりとかちょっとレア度の高いねサーバントを担当されるとこういうことが起きるんです押してくださいってそうそうそれも言われます押してくださいとかでもね一回出たことあるんです BB ちゃんえすごいうんそれで出たことありますうわあとパウルバティも出したことあって すでもたまたまですからねちょっと今期待しちゃって今ビビちゃん大好きなので私は CCC がほんと大好きなのでビビちゃんのとりこですもんほんとにずっと忘れずしめしめほんとにああいもらったわ今ほんと誕生日だからってそういうタイミングがおめでとうございます 一、ね、年もあ嬉しい、ね、先輩ありがとうございますえいえいねもう本当 <laughs> 幸せ死ねないですね頑張ります頑張ろうはいもう一人ね、うん、今いらっしゃいますから本当つい最近出てきてくださった新、うん、療玉さんお願いします心療玉いや,いや本当に第二部第三章で大活躍してくれてうんうん、うん、そうですね じゃ性格が好き。私も好きです。嬉、うん、しい。すごくいい子なんです。いい子ですよね。明るいもので。表情を最初見たときにちょっとこ、ね、怖いのかなって、ちょっと冷たく当たられちゃうかなって思ってたんですけどそ,す、ね、そんなこと実はちょっとなくて。そうなんですよ。微笑みかけてくれるマスターに。とにかくマスターに忠実で、うんうん、やっぱりなんかすごくまあなんだろう。うん。 中誠心はあるんですけれども、でも強いだけじゃなくて、やっぱその、この、ね、あの、仲良くなっていくと、ちょっと、ちょっと出れ始めるじゃないですか。そうなんですよちょっと可愛らしさを残しつつっていう感じで演じていたんですけれども、でもなんか私やってるの気づかなかったっていうこともなんか多くて。本当ですかそうなんですよ。なんか、でもね、このね、心療玉ちゃん、本当は実は演じたの、本当にこの FGO がスタートした当初にやってたんですよ。 そんなこと あったんですか第第部章ななのにうそんです、すっごいだからあれいつ出るんだろうあのキュいつ出るんだろうってずっと言っててでももう全部新規でもう一回取り直したんですけど多分まあ進めていくうちにちょっと変更したい点とかもあったと思うので私からしたらもうなんかやっとっていうような気持ちでいきたすありがとうございます。